お知らせです。9月14日、14時、午後2時ですね、埼玉地方裁判所で、裁判、口頭弁論があります。ただちょっと早めに言ってくださいね。1時40分から傍聴券を配布するっていう情報が出てますので、これは、ブラック解放同盟埼玉県連が私を訴えてる件です。で、傍聴券配布情報が出てるっていうことは、また解放同盟員が大量に押しかけて、裁判所の警備が大変になるっていうことですね。で、今回の口頭弁論なんだけども、まあ、あれですね。荒れると思いますね。なんで荒れるかっていうと、ちょっと解放同盟側がふざけたことをしてるんですよね。準備書面、これ下の概要欄から見れるようにしときます。準備書面がですね、2024年9月12日に出されてるんです。で、これが19ページあるんですよね。この19ページのほとんどがですね、探訪記事の、なんか解説というか感想文というかそういうものばっかりなんですよね。で、それで最後の方で、まあ一応法律上の主張らしきものとして、その、平成14年の石に及ぶ魚事件という最高裁の判例があるから、これは、プライバシー権の侵害として差し止めができるみたいなことをね、そういうことを言ってるんですよ。最後の2ページ、というか実質的には1ページですね。そういう法律上の主張をしてるのは。だけども、これについて、じゃあなんで埼玉県内の範囲なのかと。で、それぞれの記事の内容がどんな風にね、今回の当事者のそのプライバシーだの人格権に関係するのかっていうことが一つも書いてないんですよね。で、しかもですね、この書面ってね、本来だったら9月4日に出すっていう手はずになってたんです。裁判長から指示されて、で、僕は、期限通りにちゃんと出しましたよ、書面を。で、そしたら、解放同盟側はこうやって遅れてね、9月12日。で、さらには13日にはなんか証拠の文書を追加してるんだけども、それで遅れて出した挙句ですね、その内容がですね、ほとんど感想文でですね、で、なんか、しかもね、一番最後にはですね、私実はね、裁判起こされた後も、何箇所かね、散策してたんですよ。埼玉県内をね。そしたらそれについてもね、8本の記事についてもですね、その差し止めも合わせて求めるために請求の拡張をしたって書いてあるんですね。うん。だけどこれ、またね、じゃあ埼玉県内の、じゃあ、何箇所を巡ってね、その地域の、状況っていうのを報告したら、また解放同盟からね、こうやって拡張されて裁判延々と続けるんですかっていうことになるんで、まあ一つは、まず書面のね、提出が遅れてるっていうことと、こういう形で、その裁判のね、まあ、差し止めの対象を拡張したら、まあ、それに対してまた書面のやり取りっていうのがあって、口頭弁論も開かないといけないので、いつまで経っても裁判が終わらなくなってしまうと。で、まあ、実質的にその法律上の主張もしてないと。その埼玉県内という範囲で、なんで差し止めができるんだと。ね、僕は埼玉県内の、まあ、部落であろうと何だろうと、とにかくね、その埼玉県内の地区巡って、それで報告したらこうやって解放同盟から訴えられて差し止めっていうことになるわけでしょ。その理由っていうのが、説明されてないんです。で、これ、まあ一応ちょっとね、まあ多分向こうはこう思ってるんだろうなっていうのを言うと、だから全国部落調査の裁判で、都府県の範囲内で差し止めを認めたからでしょうね。地裁と高裁が。だけど、あの裁判の裁判例はもう判例にすらなってないんですよ。じゃあ、その都府県の範囲で差し止めを認めたっていう理由については全く書かれてないですよ。理由ないのに勝手に都府県で判断してるんですから。なんか、不十分だからとか言って、その一言で済ませてるんですから、高裁の判決は。ね。だけど、あれ、本当の理由は、ね、本来だったら裁判所はその地区ごとにね、個別の地区ごとに判断するはずだったのに、解放同盟側が個別の地区ごとの、そのね、それぞれの地区がどの原告を関連するのかと関連するのかっていうことを出さなかったから、裁判所が困って、それでもなんか解放同盟、勝訴ありきにしたいから、都府県で、まとめたっていう、そんだけの話なんで、あれ何の理由もないんですよ。だから、それで、理由付けをしようと思ってるんだけども、でもその、ね、元のその判決文に理由が書いてないから、理由書けなかったんでしょっていうことなんだと思いますよ。で、それで、
まあこれ裁判官がどんな風に扱いか分かんないで、もしかしたら裁判官この動画を見てるかもしれないけども、これでしれっとそのあんま双方陳述でっていう方にねやって、じゃあ次また口頭弁論します、双方反論のよってやったら、もう僕もさすがにブチ切れるかもしれない、あの裁判官に対してふざけんなって言って埼玉まで呼び出して、ほんだあのね見せ物みたいにして、これ裁判じゃないでしょって、球団会でしょっていうことになると思うんですよ。裁判の名を借りたね、こうやってたくさん人を動員してきて、これ僕だからね、こんなもん、あ、僕だから言いたい放題言えるけども、これ弁護士ついててこんなんやれないしね、うん、僕じゃなかったら絶対やれないから、もうバカにしてんのかって言って僕言うことになると思いますね。裁判官の采配次第だね。ちゃんと毅然とした対応をするんならまあいいと思うんだけども、どうですかね、裁判官できるんですか、これに対して。こんな感想文をね、感想文をこう十何ページも書いてね、しかもその何日も遅れて書面出すことについてね、裁判官何かしらちゃんとあの注意するんですかね。注意しないでしれっとやるんだったら、僕はあのこっちから裁判官に対して言いますけどね、うん、ということで、ちょっと裁判官がどういうあの反応するか分かんないけども、まあとにかく次のあの口頭弁論18日荒れると思います。ということで、次の裁判についてのお知らせでした。